皆さんこんばんは、クロスショーです。今回はですね、こちら熱狂的なホークスファンのトモさん、あ、トモくんでいいよ、トモくん、トモくんにお越しいただいて、ちょっとね、声かけていただいて、ホークス戦、今日はヤクルト戦ですか。そうですね、ヤクルト戦、交流戦の応援にやってきました。前回カープファンのちびっこと観戦で対決していったんですけど、今回は熱狂的なホークスファンとホークスファンでホークスの応援の動画です。完全なホークス応援動画。そうですね、なんかまだ大人しいんですけど、多分相当あれですよね、もう格好が素晴らしいので目立ちすぎですよ。ともくんって入ってます、背番号でも7番、7番、中村晃選手の大ファンですね。大ファンということで、今日は、チーム健太の応援、そして中村晃選手の応援、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしく。行くぞ。えいえいおいえいえいえい。さあ、トモさん、試合始まりました。なんと、見せてください。撮ってる、誰のサインですか。ルーキー、広瀬くん。広瀬くん、いいですね。今日は広瀬くんを応援したいと思います。でも、代償があります。ボールを取って、他の人に当たってどうしました。ビールと、なんかチューハイらしきものをちょっとこぼしちゃって、でもすごい可愛いお二人、親子ですかね、もう全然大丈夫ですよ、もう天使でした。ちょっとこのボールを差し上げたいと思います。行ってきます。行ってください。あ、お前もう初回終わりました。 あっという間に友さんから3点リードですね。違う、まだ0対0。0対0です。まだ1回の表。ちょっと気持ちは3点あったのかなと思ったんです。攻撃してない、まだ。あ、なるほど。今から攻撃ですね。これからです。熱狂的なファンですね。広瀬くんがまたファールボールをここに持ってきてくれます。これをだからさっきのね、対象としてこの親子に持って行ってあげます。はい、わかりました。頑張りましょう。本当ごめんなさい。さあさあ、トモさん、初回の攻撃始まりました。シュートくんです。シュートくんからです。お、今日は1番シュート、2番沼宮、3番栗原、山川、近藤、柳町、中村晃、甲斐、広瀬です。お、晃くん7番ですね。はい、もうトモさんのまずシュートくんが内野安打で出塁します。打った、ほら、打った、ほら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 、見事内野安打、宣言通り、すごい、シュート、健太、健太いけー。さあ来ました、2番今宮です。ノーアウトランナー1塁、2球目に、はい、シュート君が走ります。おお、盗塁、走るよ。あ、さあ、健太郎、1打席目です。まず初球ボールですね。初球ボールです。次走る、走ります。じゃあちょっと見せましょう。次盗塁するみたいですよ。三塁コーチャー、ほら、盗塁サイン出しましょう。いきますよ。2球目に行ったの、すごい、すごい、予言者です。でそれ2ボールです。ファール、ファール、取りたいな、でも取りたいな。二宮、二宮、二宮。二宮、あ、めっちゃどん詰まり、セカンドフライ、残念ながらツーアウト。さあ、作りがフォアボールでツーアウト一塁、山川、はい、サードゴロー、まあ、ドスコイお預けっすね。スリーアウト、次です、次です。近藤のバットが火を吹く、これ行った、行ってなかったわ、まだ入る、めっちゃ入る、ファール、ファール、間違えたな、フライングでした。行って、行って、前の3本びっくりした、申し訳ない。さあ行け、さあ行
行け。サゴ。はいで近藤。ワンボールツーストライクと追い込まれた5球目。近藤のバットが火を吹く。うわ。ほら。ほら。ファールファールファール。さあ行け。おっ。あらショートゴロか。ショートゴロ。大ファン。また会えるのを楽しみにしてるよ。今日はよく言わないからホームランみたいですね。めっちゃよく言う。ワンボールツーストライクと追い込まれた第4球目。アキラが覚醒する。ほら打った。ファール。いやファールじゃない。ファースト。入るよ。オスナのグローブに入った。チェンジです。次に期待しましょう。トモさん、知らないうちにノーアウト3塁はピンチなんですけど。入りそうですね。やばいですね。内野が前進してないですもんね。下がってますね。西川春樹が3ベースか。からの丸山選手。これ結構ピンチですね。やりますよ。ほら、内野ゴロ。あ、ファーストゴロだったらいける。そうそう。やばい、ノーアウト1、3塁ですよ。さあ、ノーアウト1、3塁のピンチでピッチャーのところにみんな集まりました。ここで今、夕飯の相談ですね。あー、ピンチ、大ピンチで村上お三振。村上三振でワンアウト。でもまだピンチですよ。ワンアウト1、3塁。今このピンチをチャンスに変えるのが今のホークスなんです。いいっすね。あー満塁か。ワンアウト満塁。山田哲人。ホークスまだノーヒットなんですね。まあまあでもね、序盤ですからこれは。まあまあまあ、この回を中盤からバンバン追い上げますよ。大ピンチを抑えて、抑えたらでかいな。哲健太君からですからね。そうっすね、飯田潤ですね。今日一番の山田。いいや、まだもう満塁だってね、押し出しでもなったらもうこれ以上押すなっていうことですよ。あ、次押すなでした、すいません。ツーアウト満塁でオスナです。名前はオスナだけど、押せ有原、押すんだ。押してもらいましょう。押せ押せ、オスナに押していこう。もう何が何か分かんなくなってますよ。ちょっと周りがちょっと変だね。いや大丈夫です。大丈夫です。最初からです。先輩も笑っちゃって。違った。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あ、違った。おー、止めたバット、ファール、追い込んだよ。うわー、やばい、やばい。うわー、似てしまった。オスナが押しちゃったよ。この回行きましょう。まず1点。
同点でもいいな、うん、2点欲しい。とりあえず出ましょう。さあ、ケンタロウ2打席目と一塁。あれ、トモさん、普段は、え、違う、今日は対馬、対馬から来られたんです。はい、長崎県の対馬、最南端からやってきました。僕も長崎なんですよ。あの、高島っていう。わかります、壱岐と長崎の近く、うん、ですよね。で、対馬はその奥になるんです。そう対馬が見えますね。高島も見える。安土大島とか、二上島、あの辺が見えますよね。そこで釣り船の船長やってます。なんかインスタでよく見るんですけど、結構な方が来られてて。ああ、そうですね。しかも結構な大物が釣れてますよ、ね、大物から小物までたくさん、まあ、釣れない時もありますけどね。対馬ぜひ行きたいなと思ってるんですけど、誰でも行けるんですか。ああ、誰でも全然、フェリーでも高速船でも飛行機でもある。 なんてトモさんのやつを調べるんですか。対馬、金髪、魚、出てきます。そしたら、トモさんの釣り船が出てきます。多分出てきます。まあ、公式サイトありますので、ね、そちらを検索してもらえる。で、そこから予約して釣り行ける。行けます、ね、どんな釣りでも大丈夫。ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。わざわざ、そこから。そうですね、今年初観戦。はい、中村晃くんね、見たかったからやってきました。まあ今ビハインドですけど、ケント今ヒット打ちましたから、まあ今年のホーク強いんで、今から逆転します。行きましょう、マジで信じてます。逆転行きましょう。そして対馬も行きましょう。行きましょう。えいえいえい。さあ、トモさん、もう7回です。ラッキーセブン、ケンタからですよ。いいですね、いいスタートです。いい打順できますよ。まず、さっきヒット打ったから、うん、行きますよ。よしなんだかんだもう 2対0のまま来て7回。ホークスヒット2本ですよ。そうですね、ここでとりあえずケンタ君がツーベース打ちます。宇宙間に見といてください。よいしょ。さあ、トモセイマミヤ。
現実です。同点。ワンアウト、二塁三塁。右中間にいますね、右中間。少しピッチャー変わってますからね、左ピッチャー。誰ですか、山本。山本。吉信ですかね。いや、あー、ラッキーセブン。あー、レフティースナイパー。レフティースナイパー。いいよ。スリーボールワンストライク。いいよ。フォア、いらんよ、フォア、いらんよ。前に行こう、前に行こう。2で、見事に勝つんじゃないかなと思ってます。ここからオスナが出ますんでね、僕のこの観戦ツアー2002勝、トモさんも初勝利1戦1勝、この企画ね、どんどん続けていきたいと思いますので、ぜひね一緒に熱狂的な応援をしたい方、ぜひコメント欄にコメントください。一緒に観戦いきましょう。ありがとうございました。トモさん、ありがとうございました。